多くの人が人は死んだら天国か地獄かのどちらかに行くと考えているようですが、今日は地獄や黄泉という場所は本当にあるのかというテーマで皆さんとご一緒に聖書から考えてみたいと思います。さて、新約聖書はもともとギリシャ語で書かれていますが、日本語で地獄という言葉に訳されてあるところは、本来ギリシャ語ではゲヘーナという言葉が用いられています。ウィキペディアによりますと、実はこのゲヘーナとは2つのヘブライ語、ゲーとヒンノムが合わさってできた言葉だそうです。まずゲーという言葉はヘブライ語では峡谷、いわゆる谷を意味します。しかし旧約聖書の中に出てくるゲーはなぜか死とか死体というキーワードと一緒に用いられる場合が多いようです。私はあなたの肉を山々に捨て、あなたの死体で谷を満たす。その山々を殺されたもので満たす。剣で殺された者があなたの諸々の丘、諸々の谷、諸々の窪地に倒れる。国を行き巡る者が行き巡って、人の骨を見るとき、死人を埋める者がこれをハモンゴグの谷に埋めるまで、その傍らに標を立てておく。つまり旧約聖書の中で谷を意味するゲーという言葉は、死体が散乱するようなおぞましい場所というイメージを持った言葉として用いられていたのではないかと考えられます。さらにゲヘナの言葉の後半部分であるヒンノムは何を意味するのでしょうか。旧約聖書のヒンノムの谷は日本語訳でベンヒンノムと訳されており、本来はヘブライ語のヒンノムだけであったものに谷を意味するゲーが加わり、それが新約時代にはゲーヒンノム、つまりギリシャ語でゲヘナという言葉になったとのことです。そこで旧約聖書のヒンノムの谷について記されてある部分を見てみると、このゲヘナの本当の意味が分かってくるのです。またベンヒンノムの谷にあるトペテの高きところを築いて、息子娘を火に焼いた。私はそれを命じたことはなく、またそのようなことを考えたこともなかった。主は言われる。それゆえに見よ、そのところをトペテ、またはベンヒンノムの谷と呼ばないで、虐殺の谷と呼ぶ日が来る。それは他に場所がないのでトペテに葬るからである。この聖句によれば、ヒンノムの谷にあるトペテという場所では恐ろしい人見悟空が行われていたというのです。この若い子供を生贄に捧げる礼拝行為は、特にバール礼拝に見られるものであり、あまりにも頻繁に行われていたゆえに虐殺の谷と呼ばれるようになると記されてあります。さらに神はこのような背徳行為に対して非常に怒りを持たれたことが他の聖句に記されてあります。彼はまたベンヒンノムの谷でその子供を火に焼いて供え物とし、占いをし、魔法を使い、まじないをし、口寄せと占い師を任用するなど、主の前に多くの悪を行ってその怒りを引き起こした。ここまで皆さんとご一緒に見てきましたが、ギリシャ語のゲヘナは旧約時代の死体が散乱する場所というイメージにとどまらず、実際悪魔礼拝の中で子供の殺戮行為がなされていたヒンノムの谷という実在する場所を指し示していたことがわかるかと思います。つまりゲヘナは悪人が死後に行く地獄という場所だったのではなく、神が最も嫌悪しておられる
ありとあらゆる邪悪な巣窟を示していたことが聖書から理解できるかと思います。一方、聖書に出てくる黄泉についてですが、これもまたクリスチャンにとってさまざまなイメージがあるかと思います。旧約聖書の中で黄泉と訳されているところはシェオルというヘブライ語が用いられています。さらに新約聖書の中で詩篇を引用したときに黄泉と訳されてあるところはハーデスというギリシャ語が用いられています。あなたは私を黄泉に捨て置かれず、あなたの聖者に墓を見せられないからである。あなたは私の魂を黄泉に捨ておくことをせず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないであろう。ここに黄泉に捨ておかれずという表現があります。聖書はこれをどのような意味で用いているのでしょうか。同じ意味でキリストの復活についての記述があります。キリストの復活をあらかじめ知って、彼は黄泉に捨ておかれることがなく、またその肉体が朽ち果てることもないと語ったのである。ここには黄泉に捨ておかれずという表現を復活するという意味で用いてあります。つまり黄泉とはこの復活する前の死人の状態であることがわかります。それならば復活する前の死人はどこにいるのでしょうか。答えは聖書にあります。このことを驚くには及ばない。墓の中にいる者たちが皆神の子の声を聞き、善を行った人々は命を受けるためによみがえり、悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえって、それぞれ出てくる時が来るであろう。このように聖書の教えによれば、黄泉とは死体が墓の中にある状態、すなわち死んだら墓に入るという普遍的な意味において、黄泉という言葉が用いられていると考えられます。つまり聖書の世界では地獄と訳されるゲヘナも、黄泉と訳されるシェオルやハーデスも、実際に当時から地上に存在する特定の場所についてのイメージを比喩的に用いることによって、罪と死、裁きと復活という概念を私たちに投げかけていたというふうに理解できるかと思います。しかし聖書を学んでみると、最終的に全てを滅ぼす場所があるということもまた記されてありますが、それはまたの機会に皆さんとご一緒に学んでみたいと思います。